もう入っちゃったんですか。いや、できてるはい、ということで今日やってきました、ひふみやから、紹介したいインフミがやってるひふみやから紹介したいひろふみということで、まずはね、今日は名前から踏んでるんで期待してくださいよ。登場してもらいましょう、 MC ひろふみ。イエーイ。ひろふみザイノセンス抜群のイノセンス、兵庫姫路からレペゼンよ、ソウルイタルキョーリングス SEO、 まだまだ CD は発売中よ。こんな感じですね。はい、はい、やってきました。今日はね、 CD 発売中ということで、はい、はい、あのひふみやに CD を納品しに来ていただいたついでに、はい、はい、バッチリインタビュー取っちゃおうということで、はい、結構みんなね、ひろふみのこと知らない人が多いと思うんで、そうですね、はい、まずはいろいろちょっと、出身地とか、はい、まあ年代とか、はい、はい、自己紹介していただきたい、いただきたいなと思ってます。わ、はい、かりました、はい、地元は兵庫県の姫路で、おん、その後あの4年間、大阪の方に住んで、おん、その後にあの1年半東京に行ったんですね。おん、でもめちゃくちゃ自分のラップの活動の中で、よく過ごしたのは大阪で、うん、結構まあ四ツ橋にフラットがあった時代とかが、うん、結構あのヒップホップ大好きで、あー、いえ、アメ村で世話になってるんで、うん、よろしくお願いします。お願いします。うはい、そうですね。でアルバムはようやく、うん、スケボーを始めて18からラップを続けてるんですけど、スケボーを始めて18からラップをやってる。そうですね。スケボーは何、いつからやってるの。スケボーは高校の18ぐらいから、ね、18ぐらいから、その時にヒップホップでやって。なるほど、じゃあほぼ同時っていうことでいい。そうですね、はい、じゃあ結構その、はい、自分のラップの中にスケートボードにインスパイアされた部分っていうのがあったりするのかな。そうですね、スケーターって結構そのかっこいいもんかっこいい、ダセーもんダセーっていうのをはっきり言うんで、うん、結構そういうとこは、うんうん、自分の感覚の中にあるかなっていうのはありますね。なるほど、はい。ちなみにあのメイドイン、はい、何年ですか。メイドイン昭和58年です、ね、58年、はい、握るエースゴッパチですね。82年、80昭和58年から83ですね。83年、はい、うん、なるほど、はい。それでようやく11曲入りの CD を出せて、うん、でそこからやっぱりちっちゃい時からの夢で、うん、レコードを切るのが夢だったんで、あ、ね、そからレコードをね、はい、俺もレコードを切るのがめっちゃ夢やって、はい、ほんでそのレコードのジャケットが、はいはい、穴開きの真っ黒のやつじゃなくて、はい、ピクチャーのジャケットに絶対したくてさ、はい、うん、なんかそのレコードを作ったせいで、はい、アルバム俺赤字になってるんだけどでもやりたかって。わかるわ、すごい、うん、俺も実はフルジャケットでガッツリ、うん、ガッツリ4曲入りの EP を切ったので、うん、よかったらチェックしてください。ひふみやさんにも絶対置かれるので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ですねですね、はい、やっと出せたんで10年かかって、ね、はい、10年かかってやっと出たその、はい、レコードと、はい、アルバムの、はい、リリースパーティーが、はい、そのレペゼンする兵庫県ではなく、はい、この大阪で行われるということ で、ね、はい、はい、その大阪のリリースパーティーのオーガナイザーを呼びましょう、はい、紹介してやってくれ。はい、ダッチャンです。はい、こいつがダッチャンです。どうも、赤い弾丸と言われるダッチャンって言います。ヒロ君はもう昔からの付き合いで、ずっとやっとアルバムとアナログをリリースすることができたっていうことで、まあ12月に姫路で一回リリースパーティーがあったんやけど、大阪では1月の27日金曜日、ロンガロングっていうところで、デイライトっていう昔岸和田で DJ ダルシムがやってたイベントの復活第2弾ということで、僕は代わりにやっちゃいます。うーす。そうで、ゲストにインフェクターラボからケオス君と、うん、ゲボ&ナオケイ、DJ ナオケイさん。すいません、ちょっと話入っていいですか。どうぞどうぞ。すいません、DJ ダルシムって、はい、スケーターのダルシムとは違う。ちょっと待って、岸和田の子なんですけどね。岸和田の、はい、なるほど。もうひょろっとしたほんまにダルシムみたいな、ヨガファイヤーだ。ヨガファイヤーさん。はい、そうだね。そういうやつがやってたやつを、はい、まあ本町でやるっていう感じで、うん、で、まあそうですね、ゲストは今言った人らと、うん、あとキズナアクトっていう感じでヒロ君のゆかりのある人らを呼んで、はい、インプルーブのケーヌさんで、のろしをやってるハヤト君、DJ ハヤトで、近道レコーディングス、DJ 2G で、高槻ポストにも最近寄せ集めリリースした、うん、レコーディングスのジャブ君で、ユーナゲームシーっていうのはまあ
知る人ぞ知る、あの津波、あ元アラデジャムスター、うん、津波 MC アラデジャムスターね、懐かしいですね、懐かしいやつだ。やっぱあのこの辺岸和田の方の流れを取るわけね。でまあこの次まあ馴染み、馴染み、馴染み、おなじみやね、おなじみの馴染みで、はい、でシャドウトライブっていう若手で、で DJ ノーキー神戸のやつですね。で DJ タルシーで DJ マリポーターという、まあ、ヒロ君の、ねね、大好きなメンツを扱ってしまって、はいはい、そういう感じで、でライブペイントももちろん、まあ、デイライトつながりの懐かしい2人と、でキャッシャーにはキャッシャー姉さんとちゃんとあの人を立てて、それは俺は誰か分かんない分かれへんな、分かんない、キャッシャー姉さん、はい、俺が売り出し中のキャッシャー姉さんこれフライヤーにもうみんな見てほしい、フライヤーにこのキャッシャー姉さん、そうそう、ほらフライヤーにキャッシャー、キャッシャー姉さんって書いてある熱いな、そうですね、俺のリリーパーやのにその人に会ったことないな、謎めいた感じ、謎めいた、しかもキャッシャーやもん、そうっすよ、手伝ってもらえるんでやっぱり乗せとこうっていう感じで、熱いですね、いつも助けられてます、はい、助け合っていこうぜ、そうですね、ヒップホップですね、それが、はい、やっとヒロ君のリリースを祝えるっていう、この1月27日に皆さんぜひ遊びに来てください、本町ロングアロングよろしく、待ってます、うっす、で、赤い弾丸はなんかめっちゃキャラあるな、そうですか、ありがとうございます、どこの人なの、僕はもともと大阪の大分南の方の阪南っていう、うん、阪南ところで、いいよカメラ目線で喋ってくれ阪南で、はい、阪南で、うん、生まれ育ち、うん、自然とともに僕はまあいろいろカヤックとかカヌーとかもやってまして、でそれと音楽イベントもずっと並行してやってきたんですけど、うんうん、そういう感じでずっとミュージックラインっていうイベントをストンプでずっと昔やってたんですけど、ストンプ、はい、ずっと俺もレギュラーさせてもらってて、その時にオリトさんっていうソウルシンガーの人がいて、うん、そこの人にきっかけでライブがすごくやられて、その人を紹介したいっていう思いで初めて、その時にオリトさん、ハズさんでインプルーブっていうゲストで、うん、初めて、でその時もその時からヒロ君はもう5年前くらいかな、うん、そういう感じでつながっていってるんで、うん、そこで各地と名古屋、福岡とかいろんなところをつなげていくっていう感じでやってきましたよ、なるほど、今年僕もちゃんと定期的にまたイベントやろうと思ってるんで、ぜひチェックしてください、赤い弾丸復活の年、ヒロフミからラストワンバース締めてもらおうぜ、チェックイッラズ、よ大阪のホーミーズ聞いてくれないか、俺がようやく10年かけたアルバム、この街にも落としていくからチェックしてくれよ、1月27、本町ロングアロングでリリバー聞いてくれよ、 YouTube にもヒロフミザイノセンスって打ってくれたら PV 上がってるからよろしく、 Yeah Peace out。